皆さんこんにちは、お手玉です。今回はですね、12月大掃除のシーズンということで、私の愛するコフィックたちも大掃除していきたいと思います。大掃除って何をするのかと言いますと、まずインクが出るかどうかの確認をします。出ないものでインクのストックがあるものは補充していきます。次にニブが傷んでいないかどうかを確認します。一応このコピックの替えのニブを買っておいたので、ダメになっちゃってるニブはこれで交換していきたいと思います。はい、そして次に蓋やニブ周りの掃除をします。コピックのインクはこちらの無水エタノールで拭き取ると綺麗になるので、今回はこちらを使います。はい、そして最後に、収納ケースがぐちゃぐちゃなので色を並べ替える。番号順にしても多分すぐにバラバラになっちゃうので、大まかな色に分けて元の位置に戻していきたいと思います。ではまずこちらの余った紙に1本ずつ試し書きをしていきます。インクのストックがないものはこちらのコピックインクを買うリストに入れておきます。泡系はね、私本当にたくさん使っちゃうので、結構な割合でインクがかすれてきてしまってますね。これ結構ニブがダメになっちゃってるんですけど、これ交換していきます。はい、交換できました。これも後でね、拭き取っちゃうから大丈夫です。すごい今更なんですけど、私が今補充に使っているこちらバリオスインクっていうやつなんですけど、これはもう廃盤になってしまって、今は違うサイズのボトルのコピックインクというものが売っています。気をつけてください。これもちょっとニブがダメになっちゃってますね。あ、こっちブロードニブもダメになっちゃう。もう私はブロードニブを使わないので、こちらは交換しません。他のところからブルーを回収してくる。なんかパッと見青系のものを集める。この辺かな。この辺りも入りそうですね。このケース終わりました。で、次は V、バイオレットですね。
い、紫系終わりました。この V91、 私がいつも陰で使っている色なんですけど、これももう消耗が激しいです。でもこれはもう あらかじめ補充してあったので大丈夫でした。RK 終わりました。黄色系はね、大丈夫かな、乾いちゃってるかな。あ、でも大丈夫だ。え、あ、こっちも大丈夫だ。危な、最近取れたのかな。ちょっと怖い、そういうのやめて。すごい今心臓がギュッてなった。リブがすごいブツブツなってて、ちょっと怖いんだけど、色が混ざっちゃったのかな、なんか結晶化してるみたいな。ちょっとこれ交換します。YK 終わりました。めっちゃ、ちょっと待って、これニブがめちゃめちゃ乾燥してカチカチになってる。ちょっとこれニブが乾燥してもうダメだ、使えなくなっちゃってる。交換交換。よいしょ。あ、もうダメだ。ちょっと待って、これえ、見て、なんかちっちゃいコピックみたいなの生まれた。ちょっと待って、ダメだ、ダメなやつだ。こっちもおそらく、あ、ダメですね、もうこれ YG45。 あ、なんかすごい結構ショックだったな。ダメなやつが出てしまった。めっちゃショックだ。これも取れないかな。もうダメか。隙間がやっぱ多分空いてたんだろうな。あ、ダメ。またちっちゃいコピック生まれた。ダメですね。ちょっともうこれは。やっぱりしっかりと締めないと難しいですね。YGK 終わりました。はい、 GK 終わりました。もう結構少なくなってきました。すごい使うんですけど、そんなに普段たくさん使わないので、インクが減ってるってことはあまりないかなって思います。うん、インク系はほとんどインクたっぷり出ますね。よかったよかった。
茶色系終わりました。黒とか無彩色はそんなに普段たくさん使わないので、多分インクたっぷり出ると思います。これも蓋が開いてたみたい。あー、ダメだ。モノトーン系終わりました。え、めちゃめちゃニブが汚い。コピック全部インクが出るかどうかと、ニブが傷んでないか、ケースがぐちゃぐちゃだったのを、直すっていうのを全部終わったので、あとは蓋やニブ周りの掃除、無水エタノールを使った掃除ですね。すごい大変だったやっぱり何本あるんだっけ、全部で結構な数ですよね。もうすごい簡単にね、綺麗になるんですよね。あー、もうこんなに綺麗。この部分も、ちなみにこう手にすごいついちゃった場合も、これもこうするとすごいね、綺麗に落ちるんですよ。ただ肌にもしかしたらあまり良くないかもしれないですね。アルコール最近話題ですもんね、手荒れがひどい。よし、じゃあこの調子で綺麗にしていきます。で、私は、スーパーブラシの方しか使わないので、スーパーブラシの方だけ綺麗にします。こうやって拭いてあげることで、こう蓋を開けた瞬間にインクがポタって落ちることとかも少なくなるので、おすすめです。割と新しめのペンは結構綺麗なままです。
はい、というわけで無事全部お掃除完了しました。なんかね、想像してた100倍大変でした。でももうコピックがもうツヤツヤピカピカになってすごい嬉しいです。これでまたお絵かきが楽しくなりそうです。ここまで見ていただきありがとうございました。皆さんの作業がはかどっていたらいいなって思います。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。